バスケットボールが大好きですし、これからも続けていくと思いますが、また違った形で、違った視点からバスケットボールを勉強したいと思い、今回引退する決断をしました。僕自身、発言したりすることよりも、行動で示したいという気持ちが強かったので、練習に真面目に取り組んで、必死にやっている姿で、みんなが何か感じ取ってくれればいいかなと思い、一生懸命取り組んできました。これは、チーム連敗中だったんですけど、自分なりに考えて何かチームに刺激、少しでもなんか笑い的な部分でリラックスしたムードになって、流れが少しでも変われば結果につながってくるかなと思いやったんですけど、結果当日髭を剃った僕の姿を見て気づいてくれる人はほぼいませんでした。そして、犬飼選手は髭を剃った僕の姿を見て、他人だと思ってたらしいです。やはりまずバスケットボールが大好きだ、という気持ちをずっと持ち続けてきたこと、そして、何よりもやはり僕一人の力ではなく周りの多くの方々に、いろんな部分でサポートしていただいたことがこの年までバスケットボールを続けてこれた理由だと思います。昨シーズンのアウェイでの埼玉ブロンコス戦なんですが、この試合は第3クォーターが終わって20点ぐらいビハインドの中で、第4クォーター伊藤亮太選手が爆発をして、見事逆転勝利をした試合です。この試合の前までは連敗だったんですけど、伊藤選手が爆発してくれたことが本当に嬉しくて、涙が出そうになりました。これも昨シーズンのアウェイでの埼玉ブロンコス戦なんですが、この試合は接戦で、さらに外国人選手が全員退場した試合なんですけど、その中で延長戦にもつれ込み、日本人だけで戦うというシチュエーションになったんですが、犬飼選手と話をして、日本人選手だけでもできるというところを見せれるいいチャンスだと思い頑張ろう、そういう気持ちで臨んだんですが、結果、負けてしまい、とても悔しい思いをしました。昨シーズンの4月終盤のサンレーブス戦です。この試合は、僕が MIP 賞をもらった試合なんですが、僕のような選手が、MIP 賞をもらったということで、たくさんの方に元気を届けられたと思いますし、今シーズンもそうですが、ずっと練習を休まず頑張ってきたことがこのような、結果になって非常に嬉しく思いました。とにかく岐阜スープスはチーム自体も選手自体も優しいメンバーが多くて、とてもいい部分だと思うんですけども、一人一人がもっと発言する、そういうことによって岐阜スープスの魂という部分が後世に伝わっていくと思いましたので、もっともっと、自分自身の気持ちを発言し、また、された側というのはそれを受け入れるだけの努力があると、そしてそれをチームとして一つにまとめていけるだけの力はみんなにはあるから、これからもチームを良くするためスープスの魂を引き継ぐためにどんどん発言していってほしいということを伝えました。入った時も、優しく受け入れてもらいましたし、やはり勝ちに対して練習に対してすごくストイックに、やっているチームなので、僕自身もこの 2年間とても引っ張られましたし、
成長させていただきました。本当にみんなには感謝しております。バスケットボールがずっと大好きだ、今後も間違いなく大好きという気持ちは変わらないので、例えるなら恋人のような感じなのかなと思います。いつも熱い温かい声援ありがとうございました。スーピーは周りに誇れる素晴らしいブースターだと思っております。まあ、今後もリーフスープスは成長していくために皆さんの力が間違いなく必要です。引き続き熱く温かい声援のほどよろしくお願いいたします。僕にとってリーフスープスとは、僕のバスケットボール人生の中で一番輝かせてもらった舞台だと思っております。またこれからバスケットボール選手を目指す小さな子供たちに目標としてもらいたいチームです。さあ時は今共に夢を帯びればさあ立ち上がれ僕花手It's not easy 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 It's not easyOf the top 長方形の戦場に立つ空舞う鷹のごとく羽ばたくまたたく間のアタック技から技見せるまざまざ負けられないのが男の差がどんな逆境も常に真っ向で立ち向かう拳銃と強化だ。